皆さんこんにちは。埼玉市長の清水隼人です。6月3日三菱重工浦和レッズレディースが WE リーグ初優勝を飾りました。浦和レッズの AFC チャンピオンズリーグ制覇に続く嬉しいニュースであり、サッカーの街埼玉を象徴する大変誇らしい出来事だと思っています。浦和レッズレディースが練習を行うさいたま市桜区には、国指定特別天然記念物である田島ヶ原桜掃除聖地があります。希少な植物の生育場所であり、天然記念物指定から100年以上、特別天然記念物に指定されてから70年以上の歴史を持つ桜草の名所です。この度この桜掃除聖地が未来に残したい草原の里100選に選定されました。埼玉県内では初めての選定であり、大変光栄に思います。現在桜草の株数は減少傾向にありますが、この貴重な桜草を未来にしっかりと残していけるよう、今後とも市民の皆さんとともに大切に守っていきたいと思います。